一日お疲れさん。どうしてです。どうです。セイドです。ガートタルです。ムツゲです。今日の企画は沼ってちょっと待ってなんて言ったタイトルネームで気合いめちゃ入れて言おうとしたあ、ほんとあーって言っちゃった今日も一日お疲れさん。どうしてです。どうです。セイドです。ガートタルです。ムツゲです。今日の企画は沼った男の特集を集めてみたちょっと待って沼った男の特集はい、ということで今回インスタの方でですね、はい、女性の皆さんが実際にこういう男に沼りましたみたいなものをまあ募集させてもらったんで、なるほど、ちょっと聞いていこうじゃないかという。なるほど、はい、はい、それではやっていきましょう。いつもありがとう。救いようがなく顔と体が好きでセックスの相性がとんでもなくいい。救いようがない。ザって感じだな。顔めっちゃ多かったっすよ。ああ、やっぱ顔でいくか。結構顔、顔、顔。あなってくるよね、もうね。僕の顔はな、多分、曲で考えたらさ、顔で沼れたらあんまなくない。ないないない。女の子ってさ、崇拝するイメージあるよな。やっぱ、めっちゃ欲しいみたいな文化がなんかあるイメージが。確かに。男とはないよな。100% 中 80% ぐらい顔いい。へぇー。じゃあ、本当にタイプな人にはぶっ刺さるんだ。飽きへんのかな、逆に。いや、確かにな。ゴミ焼きいるくらい。なぁ。でも、可愛いゴミ焼きって変だったんじゃん、あの時。沼ってた時とか。ずっとこう追いかけてた時とか。いやでも顔とかではないかも。いやな、ハマりポイントが、うん、一方でこんなのがあります、はい、赤ちゃんみたいな人。ああ、なんか一人だと危なっかしいから母性が垂れちゃうよって。そっちの名前が止まるからね。おるよね、女の子さ、なんか私がいないとみたいな。赤ちゃんいる。あ、僕には赤ちゃんいる。バブバブだな。いや、ちょっと心当たりがあったんで見たら、なんやねんって言われた。心当たりだった。心当たり、あ、待って、ごめんなさい。お前が赤ちゃんかみたいな目で見てみた。ダメかよ。逆で考えても全然わかんないね。ああ、危ない。そうね。スロ焼き、スロ焼き焼きたいってことでしょ。だってめっちゃ言わん。なんか私がいないとこの人ヤバいみたいな。言う言う言う。それじゃない、これは。おらんでも生きていけるんやけど、私しか分かってあげられない。確かに多いよね。多いですよね。男も言うけどね、埋まる感じではないよな。そうそうそうね。声がドタイプすぎて、その声と話したいっていう感情から、もうドロドロ沼の始まりでした。声好きもいるけどね、もいるよね。そんな沼るまでなんや、声って。たまにいるよね、もう声で、声で。あの、丸の内ホールレイナさんも言ってたじゃん。あ、言ってたな。あ、言ってますね、すごい。だからエッチ中にとかもすもんね。だから声で耳元でささやかれるとかも結構好きやったりする。確かに、確かに。声優さん好きとかなんか言ってる。確かに。あ、声優さん好き多いわ。声優好きの人って結構いるよね。それなりに尽くしてくるのに妹みたいな存在で全部片付けてくる人。ああ、付き合ってるとかじゃなくてってことか。妹みたいな存在って言ったことないな。俺も言ったことないな。妹思うけど、けどいろいろやってくれるんだよね、男側がね。大体全員妹みたいなもんなんて思ってるけどな、俺。兄貴、そんな感じなんよ。いや、でも屋根とかもそうじゃない。あ、まあまあ確かに。何やってんの。近所の昔から見てる。そうね、俺らが小4の時の小2の子みたいな感じやけど。確かに。私が欲しい言葉をくれる。まあ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 、それは嬉しいね。男はキャバクラ行くみたいなもんじゃない。確かに確かに。褒められたいとか。確かに。そういうこと。欲しい言葉が得られる場所っていう意味ではそうじゃないか。それは定期的に行きたいか。だって嬉しくない、欲しい言葉くれたら。嬉しいな。安全地帯的なね。そうそうそう、肯定感上げてくれるから。傷つかないし褒めてくれてる年ってなったら、まあ行きたいっすよね。すでに人のものの男性。え、だから沼るの。だからみたいな。手に入らん。でも俺も手に入らんから沼るパターンしか俺もないよな。あ、本当。わかるみや。追いかけて結局手に入らんから沼るってだけで。50回の時とかね。そう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 。なるほどな。彼氏がいる人を好きになったことあるの。あるな。あるんや。そうなんや。俺それないね。付き合った人が彼氏できてもまだ好きとかじゃなくて、出会った時から彼氏を追ってみたいな感じ。あー、出会った時は別にないか。あー、なるほどね。まあまあ、彼氏いるって言われたらさすがに好きにはなる。人のものやからほんまに好きなのかな。人のものの人はやっぱ一回選ばれてるだけいいところがあるから好きとかじゃないのかな。ほんまにそのものやからなのかな。難しいところですね。いいところあるけどな。ザ・一軍男子。彼女になりたいとかはむしろなかった分沼った。あー、惜しいねみたいな感じで。あー、なるほど。イケてるんだろうね。言いますよね、学校で超イケてる軍団みたいなの。
遠くから見てたかったんだよ、だから。まあまあ憧れやな。憧れですよね。俺にとってのギャルみたいなもんやな。あ、そっかそっか、交われたことはないっていうな。そういうことか。ちょっと交われなかったけど、まあ、だからといって困るとかは分からんけど、まあでもそれで満たされる欲は絶対あるよね。自分と付き合ってくれないけど自分以外の人とも絶対に付き合わない人、かっこイケメンシェアしてる気分。あ、なるほど。あ、人のものにはならん。そう、誰のものにならない。あ、フリーな人ってことか。そう、あけどイケメンだし、はいはいはい、っていう、なんか、あー、けどそれ俺女の子だったら確かに沼るかもな。可能性はずっとちらついてるわけやろ。あ、そう、あ、もしかしたら私のものになるかもしれない。あ、俺は女の子だとなんか、うわ何こいつってなんか沼りそうな気するな。ホストみたいなノリやな。そうやろな。他の人と付き合うわけでもないしね。うん、遊んでる男とかって付き合いも先輩遊んでる。確かに確かに。フリーが好きなんだろうね。俺らからすると沼る女子ってそんな感じでもないよな。それどちらかというとこっちに向いてるとかの方がちょっといいかもな。好きアピールしてくるのにガツガツ来ない男、あとすぐに照れて天然ツンデレな男。おー、天然ツンデレ、キャラ多いっすよ。多いね。どっちだろう。好き好きアピールするのにガツガツ来ないね。思わせぶり的なやつか。なんじゃないですか、これは。ちょっとモテてるイメージあるよな。まあ、押して引いてってことですよね。照れる女の子って俺ら好きじゃないですか。好き。好き。ヤスとか照れるじゃない、結構。照れるね。まあ、照れるか。人気やん。え、なんで、照れるわ。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 どこにおるかお前は。ちゃんと飯食ってるよ。ちゃんと飯食ってるよ。それじゃね、それじゃなもうね。ちゃんと飯食ってるかーい。照れる男ってモテんのかな。監督とか、あ、照れるか。あー、照れるイメージね。なんかさ、照れるから監督って別にちゃんとあるからこそ可愛いっていう。監督が照れたし可愛いの。たまに照れる。なんか崩れたなみたいな、人出たなみたいな。たまに照れるってなんたまに照れるもん、たまに照れるもん。じゃあ照れても隠すってことですよ、基本。隠したいってもね、いいの。バレてるから可愛いなと思った。ちゃんと飯食ってるしね。飯食ってるね。ちゃんと飯食ってるかい。ソルジャーのパーソルジャーのパーソルジャーのパーソルジャー。普段は塩なのに甘い時はとことん甘い。ああ、そういうのが沼って感じするな。どんな人なんかイメージがつかんのよな、こういうのたまに聞くけど。トウダロさんじゃないですか。あ、そういうことか。ああ、そういうことか。これ自己認識してた俺やんって。いやいや、てかこいつの視線で認識してた。あ、俺だ。赤ちゃんと次はこれかな。でもさ、俺さ、なんかたまに言われんねん、トウダロさんが一番沼男やと思います。おい、まあ調子んないみたいな感じくん。だから俺言ったことないからねって思って、別にいいねんけど、なんかお前じゃなくて、そのお前が沼男ですよみたいな、実はみたいな。ピンクの。そう、まあ、てか、もらうんですよ。そんな悪気ないと思って。ああ、そんな感じ言ってるねんけど、あ、でも確かにそうなんかなって今見て思った。この甘まで引き出せたらってことですね。そう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 。和田さんがさ、その甘えとか優しさを出す対象って、どういうラインとか線引きとかあるんすか。いや、それは赤ちゃんやろ。ああ、相手が赤ちゃん。え、赤ちゃんに対してのだよ。あ、そういうこと。女性にもあるんだ、普通に。大丈夫です、別にけど、だってずっと優しいで。まあなぁ。なぁ。まあ女性に確かに優しい。まあ確かにな。女性には優しい。女性には。女性には優しい。おい、なんかダサいなぁ。おい、なんかダサいなぁ。おい、なんかダサいなぁ。友達も優しいわ。ダサいな、そいつ。それが一番嫌やな。どっちかがいいよな。全員に厳しい。優しさの趣味ちゃうよ。厳しく接するのも優しさやもんね、男同士って。でもそれ聞いて、あ、そういうことなんやって俺初めて、意味わからなくて、宗太郎が沼男ってどういうことなんすか。どこがやねん。そうそうそう。いや、確かに宗太郎の甘いとこ出たら、ちょっと優しいとこ出たら俺もう、こうっていっちゃうかもな。まあ逆は、お前も女の子やったら、あ、女の子やったら、女の子やったらね、男やったら大丈夫。男やったら監督。怖っ、怖っ、言い方怖っ。ちょっと照れながら言うの怖い。俺どういうところ、監督のどういうところ、どういうところ困る。監督のどういうところ、ちょっと抜けてるとこやな。あー、乗ってくるけど。かわいい。し、あとやっぱボケたら乗ってくるところ。ノリがいいよ。メインそこやな。そこっすね。かまってくれる。なるほどね。他の女をちらつかせる。二人きりの時は甘々。病んでると電話かけてくる。病んでる時の電話来るとな。埋まってそうなイメージあるな。何、病んでると電話かけてくる男って嫌じゃね。男から見るとちょっと嫌ですよね。でもこれに沼ってる事例めっちゃあるわ。あるよな。そうなんや。こういうの聞くわよ。だからこういう時にかけてくるのって脈ありますか的な。あ、そういうことね。ちゃうでって。
すごいだけやもんな。瞬間を埋めてだけやもんね、あんなもんね。男の人は基本電話嫌いですもんね。多いよね。やっちゃん電話好きだよね。好きやけど俺これもらせんねん。あー違うんや。あーそう、電話とかかけるんですか。周りの後輩の女の子傷ついてたら、ええ後輩の女の子傷ついてたら、傷ついてて傷ついてますって来たらかけるやろとか、なんか噂で聞くとかさ。あ、それはない。会社の、ああないから。男にはかけんかけるやろ。むしろ男の方が自分からかけるわ。かけやすい。女の後輩なんかなんかキモいやん、狙ってるみたいな。確かにな、確かにな。お前って風俗電話でかけてんの。いやいや、そう、かける電話の女性が。自分にはない行動力に巻き込みながら遊ぶ人、若い頃は刺激のドキドキと声のドキドキを勘違い。俺は分かるわ。こいつどんな例なんかな。ライブ行くとか、これ次これにちょうだいつをバーンみたいなやってる人に。はあ、そういうことか。じゃあ俺はそう感じで誘ってくれるってことやろ。そうそうそう。で今水切りにはまってるからさ、長野の山奥の長瀞で水切りしに行こうやってで呼ばれて、ええバスやな。うわ、なんかなんでワイルドでファンキーなんだろうみたいな。私絶対こんなことしないわみたいな。何いろいろ行かされてるんじゃない。全部モテんかったっすね。なんかタンクトップで短パンでモテもないんだよ。もっと都会的か。ビリヤードしに行こうぜとかさ。ああ、そっかそっか。それくらいでいいんか。ダーツ行こう。ビリヤード行こう。なんか女子が一人じゃ行かんなみたいなとこに連れてってくれるんだ。そっか。あれちゃん、ヘリ乗ってみたくないんだよ。おお。あるな、東京のクルージングとか。女の子って結構連れ回されるの好きな人いるよね。いる。男って俺あんま連れ回されるの。いや、俺嫌。緊張するよね、普通に。え、どうすか。俺結構好きやで。あ、ほんまほんま。まあ女子からじゃないけど、男友達で、そうやな、こいつとおらんといかへんなみたいなとこいろいろ見るのは好き。あ、それはそうやな。うん、追ってこない男、ちゃんと愛情表現してくれるけど基本クールで縛りつけてこない。あ、付き合ってんのかな。逆に質問あるんや、そっちも。だから男性っぽいんだな。俺らもそうやね。俺らもそうだね。縛り付けられない方が。その女子いいよな、俺らの人は。ああ、そうやね。胸触りたいとか言ってたけど、私がいいよって言うまで触ってこなかった人。沼る中堅じゃん。いいよ、沼る。ひどいよな。今までは触られてた。このポイントで。ちゃんとやっぱここで守りよんやっていうところなんじゃん。ああ、低層関係がしっかりしてる。今までおらんかったからちょっと気になる。なるほど。おっぱいどういう感じさ。確かに確かに。富士のおっぱいはまだ変わらへんやろ、富士そんな。どうやって許可取りする。いや、これおっぱいとかさって言い見せるし。ダメやったのもあるよ。そう、あるよ。いや、許可取りして。ちゃんと許可取りして。沼店長の今日は休み。今日は取ってからさ、変わって。お前、沼られるかやな、冗談。確かに、そういうことやな。めっちゃ礼儀正しいね、多分。やっぱ沼王やな。そうだな。だってジョーからしたらさ、触りたい、いいよって言って今日今この場やのに。そうそうそう。ごめんなさい、僕注意役とかちゃんと読みたかったんですけど、ちょっとさ、面白かったじゃないですか。お前は礼儀正しいわ。それは手紙もらえるな。それだって嫌な思いしてほしくないんです。だいたいさ、そういうのを踏み越えてから分かんのか。そうそう、客方も多いよな。目の前のことに全力投球男。忙しいと連絡来ない、会えば全力、セックスもどよろい。ああ監督っぽいけどね、俺のイメージこれ。ああ仕事ブワーって間時間でエッチしてけど、その内容は結構濃密でみたいな。でまた仕事にドーンって行ってみたいな。まあどうなんですか、監督なんですか。まあまあ僕っすね。どよろいっすか、ちゃんと。どよろいっすか、ちゃんと。いや、どよろいっすね。ああ、なんか飯食ってんすか。ちゃんと飯も食ってますね。ラストですね。何でもラフやのにかっこいい人。あ、それ俺から見るとかっこいいな。それはかっこいいな。豪快な兄貴分みたいなやつですね。永瀬智也的な。あ、とかとかとか。そういうことね。これでもなんか顔がかっこいいみたいな感じじゃなさそうだね。確かにね。別にそのビジュアルがとかじゃなさそう。背中がというかね。こういう人は確かに男でもやっぱ惚れそうになるな。めちゃめちゃシンプルなパーカーでもかっこいいやつ。やっぱかっこいいな。かっこいいな。
ちタイプなんじゃないの？イメージね。うん、いや全然そっちタイプじゃないよ。しっかりダサいって言われるんだよ。お前今日の格好出さないってしっかり言われるんだよ。そういう人は言われへんやろ。確かにな。そう、そう、そういうことじゃないもん。そうそう、ユニクロのスラックスにバーカーやとしても、うん、ダサいと言われへん。ああ、確かにな。じゃあ、繊細でダサいや。あかんやん。繊細やったらせめておしゃれでやれよ。確かに。お前やこのセットの方が似合うよな。どうも、ありがとう。はい、ということで、以上ですかね。はい、正直、顔とセックスの相性だけでした。あ、まあ、ここほとんどやったってめっちゃ知らんしましたけど、はい、後から読んだやつはもうほとんど一点物です。いやー、一点物ゲロゲージこんな粘り方あんまないぞってことだよ。そう、ほんまに顔かセックス相性だけって言ってもいいぐらい過言ないね。俺なのかも結構獣ですね。ほんまに逆やな、逆っていうか全然そんな沼らんなと思って。男はね、ちょっと男と違うかったな。ほんとセックスだけで沼らんね。見た目だけじゃね。僕ら別に見た目だけで付き合うもほぼあるじゃないですか。うん、ほぼほぼ顔好きすぎても中身見ずに付き合うのもあるじゃないですか。全部が好きだと思ってしまうんだよ。はいはいはい。女子はね、付き合うときは顔関係ねえよとか言う。私また別試験みたいな感じやな。まあ、逆に僕らがその沼る女性みたいな動画多分過去にいっぱい出してるんで、はい、よかったらねそこを合わせて見てみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで今日も一日お疲れ様。